オーストリアンブラックタンハウンドは、オーストリア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、オーストリアンブランドルブラッケ、フィアオイグルなど。古代ケルト系犬種の直系の子孫で、若干スイスのブルーノジュラハウンドの地が入っているが、当時の姿を忠実に残し続けていると言われている。西暦1500年頃には神聖ローマ帝国の皇帝であるマクシミリアン一世にも、 能力を評価され、飼育されていた。しかし、この後19世紀までの詳しい資料が現存せず、その間本種に何があったのかは一切不明である。主にパックもしくは単独でのウサギを狩るのに使われた。ノウサギの匂いを追跡し、発見すると、自ら迅速に仕留め、主人のもとへ持ち帰った。もともと頭数が少なく、 オーストリア国外では滅多に見ることのできない貴重な犬種である。不シーに公認犬種として登録されているため国際的な知名度はややあるが、まず原産国外で飼育されている犬はいない。筋肉質の引き締まった体つきをしていて、足は長く走るのが早い。頭部の形はケルト系セントハウンドのもので、マズルは長めで先細りである。首も少し長いが、 体の均等が取れている。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のない垂れを。コートはスムースコートで、毛色はその名の通りのブラックタン。稀にブルータンやイザベラタンの子犬も生まれるが、スタンダード外のため血統書は発行してもらえない。体高はオス50から5 6トルでメス48から5 4トル体重は 死ゆともに2 0ラム前後の中型犬である。性格は活発で従順、真なら酒深い。しつけの飲み込みは普通だが、状況判断力が優れ、頭の回転が早い。嗅覚も鋭く、身体能力も高い。足腰が丈夫で起伏の激しい土地でも駆け回ることができ、さらに泳ぐことも得意である。家庭犬として飼育することもできるが、 両犬のため吠え声は大きく、運動量が非常に多いため都心部での飼育にはあまり向いていない。ありがとうございます。